2008年4月30日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。この年はメジャーで8試合に登板し、翌年も7試合に登板した。2010年は AA 級ボーイベイソックスで過ごし、12月28日には千葉ロッテマリーンズへの入団が発表された。2011年3月15日、春季キャンプ中に右肩痛を発症したため帰国。 5月25日、自由契約選手として公示された。今後は、クリーニング手術を行う予定であり、ロッテ側は、周期キャンプでの状態を見て、再契約を決めるとしていた。しかし再契約に至ることはなく、実際に、周期キャンプに参加したのかも不明である。最速100マイルパーアワー、平均急速95マイルパーアワーをマークする、ストレートとスライダー。 チェンジアップ、カーブを投げ分け、稀にスプリッターも投げる。一方でヨシキュー率は、メジャー通算で12.27、同じくマイナーで4.91と、請球が非常に悪い。ありがとうございます。